物件リサーチ。この番組は賃貸のまさきの提供でお送りします。やってまいりました。始まりました、おまかせ物件リサーチ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。抜群の景色めちゃくちゃすごいですね、これ。すごいですね、今日はね。うわ、今日はこちら、ね、若草山の、そうなんですよ、魅力を ね、皆様にお伝えできればなと。いやー、奈良といえばね、ね、大和平野、はい、奈良丸見えですもん。でやっぱこの大和平野見たら、やっぱあの歌歌いたくならないですか。大和平野の東北に、歌いたくならないですか。初めて聞きました。僕の高校の校歌です。知らんわ誰が知ってんねんそれでもむちゃくちゃ見えますよね。生駒の方も見えて、見えてますね。めっちゃ綺麗。もう郡山も見えてますしね。あれ県庁でしょ。あれ県庁ですね。県庁も見えて、あれ、ね、郡山もシャープや。あーシャープですね。いやさすが、さすがシャープですね。どういうことなんですか。そうなんですよ、今回の物件ね、あの実はもう見えてるんですよ。むちゃくちゃあるからいやむちゃくちゃあるから、見えてるからってここに来たんですか。そうなんです。若草山頂上から外観見るってどういうことなんですか。いやもうだからね、不動産が長くなるとそういう感じになってくるんですよ一回お客様をここに連れてってくるんですか。そう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 、日当たりいいでしょうと。でまあ、JR のね、はい、奈良駅からも徒歩6分で行っていただける場所になるんで、本当にもう近いんで、まあ大体あの本当に言うてもらってる場所ぐらいの、ね、こっから見たらこれぐらいですもん。そうそうそう、大体これぐらい、徒歩6分。てか今日、安倍ちゃんいないことないですか。ああ、安倍ね。ほんまですよ。うちの安倍ですね。はい、いつも主に。こっち見てるんですよ、今現場から。わかるか。ですか。だから現場で待ってもらってて、僕らのオープニング見てもらってるんです。現場にいるんですか。現場にいます。安倍ちゃん聞こえ安倍ちゃん今日のデータをください、僕に。これでいける。これ駅からのとかでしょ。そう、いける。新大宮でしょ。若草山からのデータじゃないよ、これ。新大宮でしょ。オッケーオッケー、終わり。三条、オッケー、終わりました。いや。安倍ちゃん、今から行くから待っといてね。安倍ちゃん頑張らせていくつもりや。大丈夫かないやまあ。もうええ。こうがもうええから。こんな時間ね。マジで見た。ほんまに行ってる。ほんまに行ってる。あれ料金所じゃん。お前料金所で引っかかってるやん料金所ちゃんとお金払ってる。あー、お辞儀してる。ちゃんとお辞儀してる。早いな。めっちゃ早い。めっちゃ早い。ホームも綺麗。いや、めっちゃ早い。ほんまに行ってる。うわ、ほんまに行ってる。うわ、早いな白やから分かりやすい。わー、すごい。うわ、ほんまに行った。ほんまに行った。あれどいや、ほんまにもう迷ってる、迷ってる。安倍ちゃんどっち行ったらいいか。あ、なんか言うてる。なんか言うた今。え、崖ちゃんあれ。え、いや、カメラに撮られる仕事ってこと彼分かってなっちゃったほんまにって、崖のピューンみたいな。ピューンって、いやもう見えなくなったよ。落ちたんちゃん。途中で犬渡された。ちょっと待って、ここやな。ってことはカメラがあるってことは一番乗り来た。やったな。あ、めちゃ暴れる。ってことで6階ですね。6階。よいしょ。一番乗りですよ一番乗り6階。サンフェアリー3602。あ、ここや、着きました。やりました。一番乗りです。じゃ失礼します。失礼します。お邪魔します。めっちゃ着いた。ワンちゃん、どうしたの。じゃ途中で猫大好き中島さんに渡されました。一番乗りちゃんでも。いや、ここマンションなんで。え、ワンちゃんちょっと連れてこられた。ワンちゃん無理なの。いや、ここはね、ペットカム OK なんですよ。え、ペット OK なの。よかったな、まろちゃん。よかった、ペット OK だって、まろちゃん。どうも。いやね、おるやお待ちしておりました。なんだ、待ってたの、めちゃめちゃ待ってたよ。これ、ペット OK っていうのは、もしかして。はい、7号からでございます。来ましたー。やったー。よいしょー。わおー。物件おすすめポイント、その1、ペット OK のマンション。大切なペットと暮らすことができる物件です。
まあ、今いていただいているこの場所がね、はい、あのリビングになりまして、はい、こちらの物件一応 3LDK のタイプとなっております。おー広い、はい、3LDK ワンちゃんとね一緒に暮らせる広さになります。 3LDK 部屋もあるし、はい、ご家族のワンちゃんで、はい、木ですよ。シンクもね非常に大きいですし、調理スペースもね、はい、いやなんか洗おうとしてない、シャワー浴びさそうとしてシンクだよ。これシンクめちゃくちゃ OK です。あ、でかっ、あ、ごめん、あるのでシンクだよ洗えるね。ちょっともうだいぶね、あの見慣れちゃってきたんですけど、このワンちゃん名前聞いてないですよね。いやもう名前大事なの聞いてないですよ。聞いてないよね、大事なところやのに。マロちゃんです。マロちゃん、マロちゃん、マロちゃ ん, ちゃ ん, ちゃん、猫大好き中島さん。顔大事な顔あのマロちゃんです。マロちゃん、マロちゃんです。マロちゃん、ね、名前もね、名前も顔も大事。マロちゃん、今日一緒にリサーチですか。気になったんですけど、はいはい、このスピーカー2つあるじゃないですか。あ、あの部屋によるんですけど、はい、このまあ見ていただいてる今回の部屋にはまだ有線が残ってまして。有線、はい、有線が入ってるんですよ。有線、あ、物件これ有線入ってる。そうなんですよ、有線カメラが入ってまして。いいっすね。いいよ、音楽聞き放題。そう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 、聞けるんですか。聞けます、聞けます。この操作パネルね、電源入れてもらったらもうすぐに。店、普通店とかね。そう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 、お店で鳴ってるんですけど、喫茶店とかで鳴ってるような。家で聞けんねん。いいんすか、聞いて。ちょっと一回聞いてみたいですね。聞いてみましょうか。はい、あ、ほんまや。あ、ほんまや。普通にこんな感じ。音もええじゃないですか、ね、他のチャンネル、他のチャンネルもいけるんですか。もちろんもちろん、チャンネルもいっぱいあるね。チャンネルもこういっぱい。もちろん何ちゃんがいいんですか。ところでまっちゃんもそうか。ワンワン鳴ってるチャンネルあるかも。いっぱい仕事してもらってんだっけ。あ、そっち行っちゃう、そっち行っちゃう。あ、まろちゃんダンス、まろちゃんと一緒に踊るのかな。あ、でもこういう風に、いい感じ、いい感じ。ね、広いし、有線かけながら、こう、全然全然、なかなか独特な遊びですけどね。かなりちょっと、異質ですけど。いや、おー、おー、来た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 。これやっぱなんか、楽しいっすよね、やっぱり。テンション上がってますよね。テンション上がってね。まあね、音楽かけて、まあ、ワンちゃんもあるし。ワンちゃんもいてね。もう、ただ大きいの、もう、ジュダだけやけどね。もう、まるちゃんも休憩、もう休憩してるから。この設備、非常にいい設備なんですけども。はい。奈良心でございます。来ましたー。来た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 。ワンちゃん。でもでよいしょー。物件おすすめポイントその2、有線が楽しめる物件。毎日ノリノリで過ごすことができそうな設備です。流行りの曲だって聴けますよ。じゃあ続いてのお部屋をお願いします。しれっと、いや、しれっと急にトーンダウンしたね。しれっとこうなしれっともうついていけへんテンション。まあでもね、部屋気になってますんで。次こちら、え、開けてもらいましょうか。なになに、こちらね、こちらをよいしょ、こんな感じで。まるちゃんこー、はい、まるちゃんこー、和室、まるちゃんこー、和室です、こちらは。すごいね。いや、まるちゃん入ってきました。まるちゃん入ってきましたね、もうね。いや、ちょ、見てください、こんなに和室を似合う犬いますか。ザ・柴犬。こんなに和室が似合うんですよ。あ、収納も。そうなんですよ、ちゃんと収納もね、もうね、ワンちゃんと遊んでもらってれば。はいはい、こちら、おー、がっつりすごい、まあ、入っちゃうよね。見て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 、マロちゃんがね、一番最初に先頭を切って言ってくれますけど。高さいきますよ。初めて見れるよ。お、ぴったり一日でポカーン。いや、すいませんよ。なんやこいつみたいな感じになったよ。お前いきなりなんやねみたいな感じで。西手さん、西手さん頑張って。あ、じゃあもうね、早速次のバルコニーに。バルコニーですか。これね、バルコニーはね、やっぱり今回 の, あのオープニングとやっぱり関連してましてね、これちょうどね、若草山がね、ここから見えるんです。見ていただいたら分かる。こっから見えるんすか。そうなんですよ、ほんまや。見えるんですよ、ここから。さっきおったとこですよ。そうなんですよ、さっき僕らがここでね、鹿と戯れてたのがあのあたりですね。なるほど、はい、え、僕あっから走ってきたんすか。やるね、やる、素晴らしいですね。すごいな、うん、ずっとこっから見てたんで、上から。え、マジ、俺の声、ま、聞こえてんじゃん、これ、マジで。見えた、聞こえてんじゃん。聞こえてんじゃん、俺の声。あぶちゃーん。ちょっと他のお部屋もいいですか。そうですね、切り替えがすごいな。強弱がすごい。やるときはやる。こっち、すごいですね。はい、こっちね、行きましょうか。まるちゃんも来るかな。あ、行った、まるちゃん。ここでね、だいたい洋室、そうですね、これ6畳ちょっとないぐらいの大きさになってきますね。嬉しいですよね、この1個あったら。うん、バルコニーこっちもね、つながって見えますんで。光もね、火、うん、も入ってくるし。はい、ここ
をマロちゃんの部屋にするっていう選択肢もありますよ。でかいな、でかいな、マロちゃん嬉しいやけど。マロちゃん、ほら、収納もあるから、じゃあそうなってきたら、ほら、ここにいっぱいペディグリーチャム、ペディグリーチャム入れたり、収納にね、骨っこ入れたりできるからね。めっちゃ目覚ましてる。次の部屋もまだある。まだあるんですか。はい、こちら本当にね、広い物件なんで。いっぱい部屋。そうなんですよ。あ、こっちも。ここもね、さっきの洋室よりもだいぶ大きな洋室になりますね。おー、がっつりありますね、うん、ここはもう本当にがっつり。そうなんですよ、収納あったし、すべての部屋にね、こういう形で収納がついてて、はい、どうする、まるちゃん、ここにする、ここの部屋にする、マッチの部屋のいいか、あっちがいいみたいだね、まるちゃん、あっちの部屋から安いの感じで、うん、なんとなくあっちがいいんやろね。ちょっとここのマンションね、このお部屋も十分とっても素敵なんですけども、うん、もう一つぜひ見ていただきたいお部屋がございまして。まだある、はい、おお、ちょっとびっくりされると思います。びっくり部屋、はい、ぜひ見てもらいたい部屋、はい、楽しみ、ちょっと見てみたいです。物件の水回りはこんな感じ。洗面台はシャンプードレッサータイプです。はい、こちらのお部屋となっております。ここ全然ね、変わらない、見た目は一緒ですよね、うん、はい、じゃあちょっと早速入ってみてください。一発言います、一発でお願いします。お邪魔します。あれ、どうぞどうぞ、じゃあ行こうか。どうぞどうぞ。お邪魔しまーす。さあ、中入ってきましたけども。やった、入ってきましたね。すごいですよ。すごいですね。ズドーン。もうね、すごい間取りですね、本当にね。これやったらさっきのあの間取り変わらへんけど。そう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 。ないから。何もね。これ一部屋で30畳あります。はい、30畳の部屋なんか、ほんまに存在してんだ、この世の中に。してるんだよね。聞いてるとは言いましたけど。ワンルーム30畳ってなかなかないですね。しかもめっちゃ、なんか、うん、明るくて、そうですそうです。あれはなんていう感じ？あちらはガラスブロックっていう。ガラスブロック。もう明かりがね、すごく入ってきますよね。めっちゃ明るい。もう今天気ね、これなついてますけど、なくてももう、はい、あ、かなり入ってくると思いますね。うん、おしゃれ。おしゃれですね。で、まあ、あのこのエアコンもね、もちろんポイント高いですけど、はいはいはい、その下のね、ちょっとこう柄が違う。これなんて言うんでしたっけ？アクセントクロス。ね、顔はいらないんですけど、あのアクセントクロスその子。知ってるぞってちょっと。そうそう、大正解。運動できます。一番運動してるよ。今日すごい走った。これワンルームでこれ30畳あるってこれ珍しいんじゃないですか？めちゃくちゃ珍しいですよ。ですよね。珍しいですね。え、これもしかして？お？はい、もちろん七心でございます。決めました。よいしょ。物件おすすめポイントその3、特徴的な間取り。こちらの物件はなんと30畳のワンルーム。自由に使える大型空間はペットも大喜びです。はい、ということで今回もね、奈良心満載でございましたけども、めっちゃいいですね、満載でした ね、 ペットが OK、はい、優先完備、はい、特徴ある間取りでございますけども、はい、そうですね、どれもにしても良かったですよね。いや、もうほんまね、うん、こういう珍しいんですよ。ね、こんな広いとこもう何でもできますよ。何でもできます。走りましょう。なかなかね。はい、まあ、でも気になるのはまあね、お値段でございますけども。そうですね。はい。こちらの物件につきましては弊社のホームページかお近くのお店の方にお入りいただければお伝えさせていただきますので。気になります。はい。今回ご紹介したお部屋は JR 奈良駅から徒歩6分にある物件。お部屋からは若草山を眺めることができますよ。物件の情報は抜粋です。詳しくは賃貸のまさきホームページでご確認ください。それでは次回もお楽しみに。